鹿野健二さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。鹿野さん、意気込みをお願いします。はい、皆さんこんにちは。はい、ということでね、僕たち同志社大学よそこいサークルよそろうは京都から来たんですね。こっちの方にすごい原宿で踊れるということで、すごい全員がテンション上がって、ちょっとそうは見えないかもしれないんですけれども、これはもうご時世ですよね。しょうがないですね。この近年開催されてなかったこのスーパーよさこいの方を盛り上げるべく京都府の方からやってきましたので、応援よろしくお願いします。で、最後になりますが、全チームのシンさんがすごい盛り上げ上手で、もうちょっとハードルが上がっちゃってると思うんですけれども、まあ僕たちも学生チームならではの元気でね、まあ負けないように思いっきり楽しんでやらさせてもらいますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。それでは見てくださるお客様に向けてよろしくお願いします。はっ、よさろう、構え。新島に差し込む一縷の光、扉の先に花時を夢見て。はっ、よっ、はっ、はよっ、つるよ、せい、はっ、よっ、せい、はっ、よっ、つる、よっ、つる、よさろう2022春勝負。燃ゆるサミドル、さやかに耐えたい群青を望む、霞にさまよい手繰り寄せるは雅に誘うやらずの雨。がぜんと暗転の方向、期待に不安がよぎる。それでも仲間を信じ踏みこたえ続ける。日々はっ、よっ、はっ、せいせいは、よいよ。Yep.
に届けよう。はっ。見てくださったお客様に向けてありがとうございました。はっ。よそろう撤収。